こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はゾイドワイルド、バーニングライガーを作っていきたいと思います。いやー、実は今回初めてゾイドを作るんですよ。ゾイドというコンテンツは知っていて、お下がりでもらったゾイドも一つ持っていたのですが、このもらったゾイドが臭くて、なんでプラスチックがこんな匂いを発するんだ、とあまりいい思い出がないゾイドですが、今回通販サイトで安く売り出されているところを見つけたので、ちょっと興味本位で買ってみたんですよ。では、最新のゾイドがどんなものか見ていきましょうかね。それでは箱の中身のチェックをしていきましょう。新しいゾイドはパーツがランナーについていないんですね。袋にパーツが小分けされています。箱の中に入っている袋は、発掘パック A、発掘パック B、発掘パック C、S パックの4袋ですね。意外と少ない。それではバーニングライガーの組み立てを始めましょう。今回作っているゾイドのように、初めからパーツが切り出されている状態。嫌いじゃないけど好きでもないよ。私は模型を組み立てる際には、初めに全てパーツを切り出さない派なので、このように全てのパーツが切り出されているっていうのも、初めて触ると少し混乱しますね。ただ、初めて模型を組み立てる、という人にはすごく親切なキットですね。ニッパーなどの道具が一切必要ありませんので、不慣れな方でも時間をかければ絶対に組み上げることができると思います。私は、ゲート処理が甘いところやゲート跡のえぐれを発見して、ちょっとだけテンション下がりました。はい、こちらが組み立ての終わったバーニングライガーになります。いやー、賢いよ。ゾイドいいですねこれ。サイズ感が本当に素晴らしい。ちょっとした MG くらいのサイズ感。置物として飾るにはちょうどいいですね。それでは、ゾイドといえば、あれ？ですよね。はい、ゾイドを作ったら動かさないと。このバーニングライガーは単4電池1本で動くんですね。この手のものを動かすには単3電池2本くらい必要かな？と思っていたのですがまさかの単41本で驚きました。さて、このライガー。このままでも十分にかっこいいのですが、いろいろと手を加えてもっとかっこよくしていきましょうかね。さて、それではバーニングライガーの改造を行っていきましょう。まずはじめに顔の中央にある目立つ合わせ目、これを消していきたいと思います。それでは、合わせ目消しを行う前に、あとはめ加工を先に済ませておきましょう。ライガーの口のパーツをはめる王子の部分、これをニッパーを使用して CG になるように切り取っていきます。この作業ではいきなり大きくパーツを切り取るのではなく、少しずつ切り取っていきます。はじめに大きく切りすぎてしまうとニルニルになったり、パーツがはまらずにポロリしてしまいますからね。はじめはこの程度の切り取り具合で様子見を。まあ、はまりませんね。ということで穴の大きさを調整していきます。だいたい3回程度の調整で完成をさせたいですね。さて、調整の結果は、よし。しっかりはまりましたね。これで下顎の後はめ完成です。次は上顎の後はめ加工を行います。ここの作業は先ほどと同じですね。はい、王子を CG に加工しました。これで合わせ目を消しても後からはめることができ、本体をブンブン切っても口をパカパカしても取れません。はい、続いて頭部外装の後はめ加工を行います。ここのパーツは後から被せるようにはめたいので、かぶせる際に邪魔なピンを切り取っていきます。あとは何度かパーツを合わせて、パーツをはめる際に干渉している部分を見つけ、その部分を徹底的に削っていきます。そうすると後からスルッとはまるようになります。さて、最後に縦紙部分の後はめ加工を行います。ここも王子になっている部分を CG に加工します。ニッパーで軽く切れ込みを入れて、切れ込み部分に彫刻刀を使用して穴を開けていきます。使用している彫刻刀はパワーグリップ。お手頃価格でいろいろな刃の大きさを揃えることができるので、かなりいい彫刻刀ですね。さて、ここの王子加工ですが、パーツはめ込み軸の長い片側のみ加工しています。長い軸の方だけの加工でも十分に後からはまるようにできていますねこれ。さて、合わせ目を消すための後はめ加工を行ったのですが、合わせ目消しはもう少し後にあるとして、先にバーニングライガーに生えている歯を鋭くしましょう。合わせ目を消してしまうとシャープ化作業がやりづらいですからね。シャープ化作業ですが、
まずはじめにシャープ化させたい箇所にヤスリをかけていきます。使用しているのは鉄ヤスリ。まあ、ここはパーツを平らにできればどのような道具を使用してもいいですね。パーツの先端を平らにしたら、瞬間接着剤を使用してプラ板を貼っていきます。シャープ化に使用するプラ板の厚さは1ミリ。100均に売っているプラ板ですね。このプラ板を大きな埴輪2枚くっつけ、シャープ化させても不自然ではないようにしてみました。大きな目立つ歯以外は、1ミリのプラ板を1枚貼っています。さて、瞬間接着剤が乾燥したらプラ板を削っていきます。まずはニッパーを使って大まかにプラ板を切り取り、あとはヤスリを使ってひたすらプラ板を成形していきます。先端が鋭くなるように根元から先端に向かってヤスリをかけて、顎にある歯がすべて鋭くなったら完成です。さて、歯のシャープ化が終了したので、合わせ目消しを行いたいと思います。合わせ目消しに使用したのはこちら。最強流し込み接着剤ですね。プラ素材であれば大体何でもくっつくと思っています。はい、接着剤を流し込み、少し時間を置いたらパーツを圧着させ溶けたプラスチックがとはみ出るようにしていきます。無密としたプラスチックがはみ出ない場合は、合わせ目消しがうまくいっていないので、後からパテや瞬間接着剤を塗ってリカバリーしていきます。はい、先ほどの赤い外装部分の合わせ目消しに続いて、フレーム、部分と下顎の合わせ目を消していきます。シルバーのフレームの合わせ目は排気口のようなディテール部分のみ。下顎は見事にも中割りなので合わせ目が見えないようにしっかりと消しましょう。このバーニングライガーにある目立つ合わせ目は頭部のみなので、作業自体はすぐに終わってしまいますね。まあ、ここに来るまでに色々やっていましたが。さて、それでは先ほど行った工程ではみ出たプラスチックを削っていきます。削りに使用するのは鉄ヤスリ。排気口などの細かい部分はヤスリのエッジを利用してパーツを削っていきます。下顎のパーツと、外装のパーツも同様にはみ出たプラを削ります。この段階で消しきれていない合わせ目を発見したいところなのですが、これが、なかなか難しいねんな。さて、続いてライガーについているジョイント。これに少し手を加えていきたいと思います。出っ張りがたくさんあってあまり格好よくありませんからね。それでは出っ張りの加工を始めましょう。まずはニッパーで出っ張りを切り取り、切断面をヤスリで綺麗に整えます。先ほど切り取った出っ張りは再利用するので絶対に捨てたりなくしたりしないようにします。切断面を整えたら、ピンバイスを使用して穴を開けていきます。開ける穴の大きさは約3ミリです。ガンプラのランナーよりも少しだけ太い感じですね。さて、この穴を開ける作業なのですが、少しずつ、本当に少しずつ穴を大きくしていった方が仕上がりが綺麗になります。加工する箇所がたくさんあって面倒になり、ピンバイスを1ミリ刻みで使ってみたり、電動工具を使って横着すると作業後の縁がガッタガタになります。で、穴を開け終わったら、先ほど切り取った出っ張りを穴にはめ込み作業終了です。これで出っ張りが目立たなくなっていい感じになりました。さて、続いてバーニングライガーの肉抜き穴を埋めていきましょう。足の裏側など至る所に肉抜き穴があり、見た目があまりよろしくないので全て埋めたいですね。さて、それでは肉抜き穴を埋めていきます。今回初めてゾイドを作るので、肉抜き穴を埋めた重みの影響でゾイドが動かないといった事態にならないよう注意して穴を埋めていきたいと思います。肉抜き穴をすべてパテで埋めてしまうと、完成時に絶対に動かないので、少しでもパテを使う量を減らすために、先にある程度アルミホイルを肉抜き穴に詰めていきます。これで穴を埋めても重量がそこまで増えないはず。増えないよね。次はパテです。それではエポキシパテを使って穴を埋めていきましょう。2つの練り消し的な物体をよく混ぜて、ベタベタ手につきますがよく混ぜて、練りが終了したら穴を埋めていきましょう。穴埋めには強色スティックを使用しています。先端を少し水につけ、スティックにパテが付着しないようにして作業をすると結構はかどります。水をつけないとスティックにもガンガンパテがくっついてきちゃうんですよね。エポキシパテは通常のパテと違い、乾燥時に引けることが少ないので、形に沿ってできるだけ綺麗に詰めていきます。さて、続いて前足に開いているどでかい穴を塞ぎます。ここはパテを使った穴埋めだと重くなりすぎるんじゃね？
と思ったのでパテを使用しないで穴を塞いでいきたいと思います。まずは接着剤を塗り、ある程度穴の大きさに合わせた 0.2 ミリのプラ板を接着していきます。さて、パテが乾燥したので、これからヤスリなどでひたすら削りの作業です。足4本ありますからねこれ。作業が終わるまで一体何時間？いや、何日かかることか。楽しくなってきました。延々と単純作業ができるよ、やったね。ということでここから削りダイジェスト。はい、ただいまのダイジェストで足2本分ですかね。いやー、凄まじく時間がかかりますね。しかもですよ、バーニングライガーって赤いじゃないですか。ずっと赤色のパーツを見ていると半端なく目がチカチカするんですよ。精神的にも目にも非常に大変な作業でございました。はい、パテを削っていると、詰める段階でうまく作業ができていないところが穴になって出てきました。この穴が非常に気になるので、ラッカーパテを使用して穴を埋めたいと思います。このラッカーパテはエポキシパテとは違い、乾燥時に引けてしまうので若干多めに持っていきましょう。これはちょっと伸びすぎなので、乾燥した後に削るのが大変なやつですね。さて、次は穴を塞いだプラ板の成形を行います。はじめにニッパーを使ってプラ板が適当な大きさになるまで切り取ります。0.2 ミリのプラ板は薄すぎて切るのがちょい面倒ですね。ペラッペラなので切った際にプラ板が剥がれないか少し心配。さて、ニッパーを使った作業の次はデザインナイフを使用してプラ板を切っていきます。パーツの形に沿ってプラ板を切っていくのですが、ここでもプラ板がペラッペラということもあって、適当にデザインナイフを動かしていると、せっかく接着させたプラ板が剥がれていってしまいます。っていうか剥がれました。リカバリーするのが面倒なので、丁寧な作業を心がけましょう。あ、裏側はあまり見えないので適当に切り刻みます。先ほど話した丁寧な作業は一体どこで？さて、肉抜き穴もすべて埋め切れたので、続いて表面処理とゲート処理を行います。はじめからパーツを切り出してくれているのは非常にありがたいのですが、ちょっと、ゲート処理が雑なところが結構ありまして、パーティングラインを消すついでに改めてゲートの処理もしてしまいましょう。この作業で使用しているのはこちらの道具。紙ヤスリは主に240番を使いました。作業の序盤は240番を使った後に400番を使っていたのですが、途中で面倒になっちゃって、240番仕上げに切り替えました。はい、続いて外装部分の処理をしていきたいと思います。まずはモールドの彫り直し。丸いモールド部分にはピンバイスを使用し、塗装をしてもモールドが埋まらないように加工していきます。ピンバイスの大きさは1ミリのものを使用しました。若干元の穴よりも大きいサイズですが、モールドが消えてしまうよりかはマシでしょう。あ、ないとは思いますが、ここはピンバイスでパーツに穴を開けないように注意して作業した方がいいですね。ないとは思いますが。さて、続いてはラインチゼルを使ってのモールド掘りです。バーニングライガーは全体的に情報量が多く、細かいモールドがたくさんあるので、ラインチゼルでの掘り起こし作業もかなり骨が折れますね。まあ、その代わりにディテールアップをしなくても見栄えがかなりいい感じっす。素晴らしいですね。はい、続いてエッジを出す作業を行いたいと思います。このバーニングライガーはおもちゃとしての対象年齢が低く設定されていて、全体のフォルムがやや丸くなっています。なのでこの丸まっているエッジをすべてシャープに加工して、すげえスマートな見た目にしてやろうと思います。エッジ出しに使用した道具はこちら。丸まっているエッジを彫刻刀で削り、彫刻刀でつけた傷を紙ヤスリを使って消す。このような手順で作業を行っていきます。ですが、この作業、マジでやらなければよかった。時間が溶けていきます。軽い気持ちでこの作業を始めましたが、一箇所でもシャープ化をしてしまうと手を加えていない箇所に比べて浮きますし、かといって見た目に劇的な変化はあまりないという地獄。引くに引けない作業に手を出してしまいました。肉抜き穴を埋める作業は行って足4本。このエッジ出し作業は全てのパーツ。今作業をしている足の加工が終わった時に思いましたね。一生終わらんわこれわらわら。と、
すべての作業が終わって録画データを確認したらエッジ出しだけで40ギガもありましたからね。すべての素材を使うわけではないのにね。アホだね。ということでカット。さて、彫刻刀での作業が終了したら、紙ヤスリを使用して綺麗なエッジを出していきます。この作業では紙ヤスリを単体で使用するのではなく、ヤスリをプラ板に貼り付けたものを使用します。そしてこのヤスリをエッジに向かって動かしていきます。図で言うとこんな感じ。パーツの先端に向かって削ると角が出て見た目がシャープになるってなわけです。これを、すべてのパーツのすべてのエッジに行ったら、はい、こちらが基本工作を終えたバーニングライガーになります。いやぁ、時間かかりましたねー。ですが、かけた時間分だけ愛着も湧くってなもんです。頭部はこの段階でつけてしまうと塗装が大変なことになるのでつけていませんが、本体に行ったエッジ出しなどの作業はしっかりとやっています。はい、ライガーに柵を吹きました。フレーム部分などのシルバーが使われているパーツは黒色のサーフェイサーを、それ以外の箇所には白色のサーフェイサーを使用しました。今回シルバーで塗装する箇所は少し使用感のある擦れた感じに、それ以外の箇所は丁寧に塗装し、綺麗な使用感のない仕上げにしていきたいと思っています。さて、ここからは動作確認。パテを詰めて重くなってしまった機体が動くかどうか。ちゃんと動きますね。でも、どこか動きが遅い気がしないでもないですが、気のせいかな？ちょっと比較をしてみましょう。あまり変わんないっすね。肉抜き穴を埋めた影響がなくて一安心です。では塗装。まずは内部の暗い赤色の部分から。使用したのは小豆色。これを塗っていたのですが、ですねー。パーツのディテールがすごくてですね。筆でしっかり塗るのが面倒くさくなってですねー。スプレー使いました。スプレー塗装っていいですね。すげー久しぶりに使いましたがめちゃくちゃ綺麗に塗れます。使用したのは遥か昔に購入したガンダムカラーシャーレット。缶が軽く錆びていましたが意外と使いましたね。はい、続いてシルバーの塗装を行います。使用した色はタミヤアクリルのクロームシルバー。このシルバーはかなり雑に塗っていきます。筆に塗料を少量つけ、若干ドライブラシのような感じで塗装をしていきます。これで金属が擦れたような、無骨な、使い込まれた雰囲気の見た目になったと思います。使い込まれたフレームと綺麗な外装のギャップで格好良くなってくれると嬉しいですね。さて、続いて赤色の塗装を行います。使用した色はクレオスのモンザレット。鮮やかな赤色ですね。そして、この赤色をたくさん本体に塗っていくわけですが、この塗装作業でもメガネ、すげえピカピカするんですわ。あ、そうそう。外装の裏側に黒色を塗りました。使用したのはナトーブラック。これでバーニングライガーを動かしても、なんか裏側が、という事態にならずに済みますね。さて、続いては部分塗装を行います。バーニングライガーについている様々なモールド。これらを徹底的に塗り分けて、情報量と完成度を高めていきたいと思います。まずは頭部などの暗い赤色。ここには小豆色を塗っていきます。先ほど内部の赤色に使おうとしていた色ですね。マスキング作業がだるいのでスプレーは使います。さて、続いては黒色の部分塗装を行います。使用した色は黒鉄色。この色はアニメのゾイドワイルドに登場するバーニングライガーを参考に塗装しました。主に外装についている丸いパーツとかですね。あとは、頭部の一部に塗ってみたり、全体の様子を見つつバランスよく黒を塗ってみました。さて、続いてはシルバーの部分塗装です。使用した色はフレームを塗った色と同じクロームシルバーです。この色は主にパイプなどの配線部分に使用しました。この配線部分だけでも色がつくとぐっと情報量が上がりますね。塗装をする環境がないという方も、手持ちの油性ペンなどで色をつけてみると、めちゃ格好良くなるのでぜひ試してみてください。おすすめですよ。さて、最後は金色の部分塗装です。使用した色はゴールドリーフ。主に配線の根元にあるボコッとした部分に使用しました。まあ、パイプや配線を塗り分ける定番の配色ですね。さて、これで部分塗装が終了しました。そして、はい、こちらが塗装が終了したバーニングライガーになります。いやー、
カピカしていて非常にかっこいいですね。普段私が作る模型は、ほとんど艶消し仕様で完成させるのですが、このピカピカのライガーは、どのような仕上げにするのか非常に悩みます。まあ、トップコートのことは置いておいて、墨入れでもしましょうかね。はい、墨入れをすると言いましたが、その前にちょっとした作業を、はじめの方で後はめ加工をした縦紙、これをこの段階ではめていきます。ちょっとだけパーツを組むのに失敗しましたが、壊れることなくはまってくれました。続いては切り取った出っ張りディテールを元に戻します。この出っ張りは切り取った後に、軸を少しだけ切り取り短くしています。なるべく目立たせたくないですからね。自分の気に入るところまで押し込んでやりましょう。それではバーニングライガーに墨入れをしていきましょう。使用したのはタミヤの墨入れ塗料ブラック。墨入れの色としてはくどい色ですが、モールドがごちゃごちゃしているゾイドには似合うんじゃないかなと思い黒の墨入れ塗料を選択しました。はい、墨入れ塗料が乾燥したら、溶剤と綿棒を使用してはみ出ている塗料を拭き取っていきます。トップコートを拭いていないので、墨入れ塗料以外も若干取れてしまいますが、塗料の落ちが目立つようであればリタッチしていきます。はい、続いてバーニングライガーの各所にあるメッシュ部分の墨入れです。メッシュ部分の墨入れですが、穴の一つ一つに塗料を流すのが面倒なので、メッシュ部分を塗りつぶすように塗料を流し込みます。さて、先ほどメッシュ部分を黒で塗りつぶしましたが、メッシュ部分には溶剤を使用して塗料を落とすのではなく、ドライブラシで再度塗装を行いたいと思います。ドライブラシのやり方ですが、先ほどのように塗料を筆につけ、ティッシュなどで筆についている塗料をほとんど落としてしまいます。そして少しウェットな状態の筆でパーツを撫でるように色をつけていきます。このように塗装をすると余計な部分に塗料がつかないので、メッシュ部分などはかなり綺麗な感じに仕上がってくれますね。さて、それでは仕上げの作業を行っていきます。まずは軽いディテールアップから、前足についている鋲をメタルパーツに置き換えていきます。置き換える予定のモールドに、毛ガキ針を使用して当たりをつけ、その上から 0.5 ミリのピンバイスを使用して穴を開けていきます。穴を開け終わったら 0.5 ミリの金属パーツ、これをはめていくのですが、なかなかはまらないのでカット。穴を開けた3箇所にメタルパーツを埋め込むことができれば、ディテールアップの完了です。それでは、ほとんど完成したバーニングライガーを組み立てていきましょう。いやー、塗装も何もかも終わった模型を組み立てる瞬間、これが一番テンションが上がりますね。徐々に組み上がっていくかっこいい立体物、本当にたまらないっすねー。苦労してここまで作業をしてきた甲斐があるってなもんです。これがあるからどんなに面倒くさい作業でもこなしてしまうんでしょうね。さて、これが本当に最後の作業です。本体に頭部パーツをくっつけていきます。はめ込む際に若干力を込めることになるので、パーツを壊さないようにできるだけ慎重に。ここでパーツが壊れたら、楽しいワクワクした気分が瞬間で萎えますからね。お願いだから壊れないで。はい、なんとか頭部のアボと外装パーツがはまりました。外装がスルッとはまってくれなかったのでかなり焦りましたが、壊れなくて本当に良かった。そしてこれで、はい、こちらが完成したバーニングライガーになります。仕上げのトップコートですが、今回は艶消しをやめて、クリアーコートを拭いてピカピカ仕上げにしてみました。いやー、塗装している最中のテカっているライガーがかっこよくて、艶消しで仕上げるのはもったいないなーって思っちゃったんですよね。まあ、仕上げ方がコロコロ変わるっていうのも模型作成の醍醐味っていうことで OK。 それにしても、かっこよくなってくれましたねー。合わせ目消しやエッジだし、ライガーにあるモールドをほとんど色分けした甲斐がありました。ただ組み立てただけのゾイドもかっこいいですが、しっかりと作り込むとよりかっこよくなってくれますね。少しだけ作業前との比較をしてみましょう。こう見ると全然違いますね。これそれでは完成したバーニングライガーを動かしてみましょう。いやー、いいですね。これ手間暇かけて作ったものが動くという感動、これはガンプラなど他の模型では味わえない感動ですね。今回初めてゾイドを作りましたが、完璧にゾイド作成にはまってしまいました。作り込むのはすごく大変ですが、このように完成品が動いているのを見てしまうと
いろいろなゾイドを作って動かしてみたくなりますね。今回はライオン型のゾイドでしたので、次は恐竜のゾイドを作ってみたいですね。それでは、バーニングライガー作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何かゾイドや、その他の模型を作ったら動画にするので、その時はまた動画を見てみてください。それじゃ、さよなら、さよなら、さよなら。Are you listening?